ライアン・スー・イーティングは、バハマナス・ソー出身のアメリカ合衆国の男子、プロテニス選手、ATP ツアーでシングルス1勝を挙げた。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス64位、ダブルス139位。6歳からテニスを始める。ジュニア時代は2005年全米オープンジュニア、男子シングルスの決勝で、 ジェレミー・シャルディを64、64で破り優勝している。2006年全米オープンに主催者推薦で4、大大会に初出場した。1回戦でギレル・モコリアが途中棄権したことにより2回戦に進んだが、2回戦でオリビエ・ロックスに2から6、6から3、6から4、4から6、0から6のフルセットで破れた。4大大会では2回戦進出が最高である。 2011年4月の全米男子、クレイコート選手権では、自身初の決勝に進出し、決勝で西小里 K564、76で破り初優勝を果たした。私生活では、人気女優のケイリークオこと2013年9月に、交際3ヶ月で婚約し、12月31日に結婚したが、2015年に離婚を発表。2016年5月9日に、 ケイリークオコの離婚が6日に正式に成立したと報じられる。日本では5月14日にシネマトゥデイが報じた。スー・イーティングは2015年7月のレキシントンでのチャレンジャー大会に出場したのが最後となり2015年8月に現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。